どうも、ベルコンです。この動画では、2022年8月に10周年を迎えるドラクエ10オンラインに登場する全職業について最新の特徴と強さを紹介します。ドラクエ10では過去のドラクエシリーズでもおなじみの職業が MMO 向けにアレンジされていたり、過去シリーズでは登場していないオリジナルの職業も多数誕生しており、シリーズでも随一となる魅力的なキャラクター育成環境が整備されています。ドラクエ10の最新の職業環境を知りたいという方や、どの職業を育てればいいか迷っている初心者さんは、ぜひ参考にしてみてください。まずはドラクエ10の職業システムについて簡単に説明します。ドラクエ10では気軽に自身の職業を変更することが可能となっており、コンテンツに合わせて最適な職業に転職するという遊び方が一般的です。初期状態で選べる職業は戦士、僧侶、魔法使い、舞踏家、盗賊、旅芸人の6職です。その後、各地で転職クエストをこなすことで追加職業が解放され、選択できる職業が増えていくという仕組みになっています。転職クエストを受注するためには、その職業が登場したバージョンの拡張ディスクを導入する必要があります。キャラクターを強く育てるためには全ての職業を一定のレベルまで上げる必要がありますが、現在はそのラインを割と簡単に達成することができるため、基本的には自分のやりたい職業だけを選んでレベルを上げれば大丈夫です。初心者の方や久しぶりに戻ってくる復帰勢の方々でも、レベルを上げる職業を絞ることで先輩プレイヤーに追いつきやすくなっているので、安心して始めることができます。それではいよいよこれより各職業の特徴やスキルの紹介に移っていきます。ぜひともあなたのお気に入りの職業を見つけてみてください。戦士はゲーム開始時から選べる基本職で、力、身の守り、HP のステータスの伸びが良く、敵の攻撃力を大幅にダウンさせ、パーティーの生存率を向上させます。片手剣、両手剣、斧が装備可能で、それぞれに固有の強みがある。どの武器を装備しても活躍することができます。前衛職の中では火力は低めですが、専用スキル深夜爆弾やチャージタックルで攻撃しながら戦闘を安定させることができるので、初心者にもおすすめできる頼れる職業となっています。主にストーリーボスの攻略や中級ボスコンテンツでの活躍が見込めます。舞踏家はゲーム開始時から選べる基本職で、力、素早さのステータスが高く、テンションを自在に操ることができる最強のテンション使いです。爪、紺、扇、槍が装備可能ですが、舞踏家の武器はテンションとの相性が抜群で、強力なスキルが多数配置されている槍一択となっています。専用スキル、タメルニア、幸運流水によって高いテンションを維持して強力な攻撃をまとめて叩き込む戦い方を得意としています。火力を出すのに準備が必要な職業なので、フィールド狩りには向きませんが、中級から上級ボスコンテンツにおいて最強クラスのアタッカーとなっています。テンションを乗せた大技で大ダメージを与えることができるので、使っていてとても楽しい職業だと思います。パラディンはバージョン 1.1 で登場した追加職で、 HP 身の守りのステータスが最高クラスで、敵の動きを封じ込めてあらゆる攻撃を一手に引き受けるパーティーの守護神です。片手剣、槍、ハンマー、スティックが装備可能ですが、大盾を持ちたい職業なので槍以外の3種類の武器のいずれかが選択されます。専用スキル、ヘビーチャージを維持して自身の重さをアップし、壁となることで敵を封じ込め、二王立ち、大防御、聖騎士の剣陣などを駆使して敵の攻撃をしのぎます。ドラクエ10においては唯一の純粋なタンク職となって、壁を成立させる技術と高い装備レベルが求められるクロート向け職業です。主な活躍の場は一部の上級ボスコンテンツとなっています。バトルマスターはバージョン 1.3 で登場した追加職で、力のステータスが全職業の中で最も高く、テンションと多段攻撃で効果力を叩き出す物理攻撃のスペシャリストです。
固有ギミックの二刀流による効果で、あらゆるスキルの攻撃回数がプラス1回となります。片手剣、両手剣、ハンマーが装備可能で、それぞれに強みがありますが、現在は見た目がかっこよく、性能も一歩抜けている片手剣が人気です。専用スキル、天下無双は、最強クラスの攻撃性能を持っているスキルで、バトルマスターの代名詞とも呼べるスキルとなっています。また、テンションバーン、ミラクルブーストで、テンションを高めながら戦うことができます。フィールドガリからボスコンテンツまで、アタッカーとして幅広く採用されるほか、攻撃しながら自己回復できる能力を生かした、ソロ討伐チャレンジという遊び方もあります。初心者にも扱いやすく、高い会心率から放たれる怒涛の連続攻撃が爽快なド派手なアタッカーです。魔物使いはバージョン 2.0 で登場した追加色で、モンスターを仲間にしたり呼び寄せたりする能力を持ちながら、行動スピードがとても速く、前衛火力としても活躍できる超高速アタッカーです。爪、斧、両手剣、鞭が装備可能ですが、現状ではスキルラインが強力な鞭一択となっています。純粋な耐久力はバトルマスター以下ですが、専用スキルの HP リンクにより実質 HP が2倍となっており、異常なまでの打たれ強さを発揮します。また棒くらいにより一定時間火力を大幅に高めることも可能です。獲物呼びを使ったフィールド狩りで大活躍するのはもちろんのこと、上級ボスコンテンツでは HP リンクが必となる敵も存在するため、幅広い活躍が見込めます。魔剣士はバージョン 5.4 で登場した追加色で、 HP、 力のステータスの伸びが良く、闇属性の強力なスキルを操る攻守に優れたアタッカーです。固有ギミック魔の波動により敵にダメージを与えることでゲージが溜まり、ゲージが最大になると自身を大幅に強化する闇のベールを発動できます。剣士と名乗るだけあって、片手剣、両手剣、短剣と剣と名の付く武器は全て装備可能ですが、独自スキルとして優遇されているのは鎌となっています。唯一耐久が欲しい場面では盾を持てる片手剣が採用されます。専用スキルのほぼ全てが闇属性となっており、ダークマターで敵の闇耐性を下げつつ、闇のベールを使った状態で強力なスキルの数々を叩き込むことができるという爆発力を持ちます。団体攻撃、範囲攻撃と強力なスキルで構成されていますが、闇属性に対して耐性を持つ敵には無力となっており、闇耐性の有無によって活躍できるコンテンツが制限されています。盗賊はゲーム開始時から選べる基本職で、素早さ、器用さのステータスの伸びがよく、敵からアイテムを盗んだり敵の動きを妨害するのが得意なサブアタッカーです。鞭、短剣、爪、ハンマーが装備可能ですが、正直どれもパッとせず盗むの成功率に関わる器用さが上がりやすい爪が選ばれることが多いです。専用スキル盗むにより、モンスターから素材を盗んでゴールドを稼ぐ金策や、モンスターがドロップするレアアクセサリーを集める際に活躍します。他にもサプライズラッシュなど妨害系のスキルを扱えますが、攻撃能力や支援能力は低めです。戦闘では活躍しにくい職業ですが、盗み金策で生計を立てるプレイヤーにとっては欠かせない職業となっています。旅芸人はゲーム開始時から選べる基本職で、全てのステータスが平均的に伸びやすく、攻撃、回復、蘇生、補助と何でもこなせるオールマイティな職業です。紺、扇、探検、ブーメランが装備可能ですが、スキルラインが旅芸人専用にアレンジされており、強力なスキルが配置されているブーメラン一択となっています。専用スキルには戦いのビート、ハッスルダンス、エンドオブシーンなど、一度にパーティー全体を強化、回復するスキルが揃っているため、サポート役として活躍します。また
主力武器のブーメランスキルの威力が高く、範囲攻撃も得意としています。僧侶など専門の回復職を入れるまでもない。フィールドがリア初級ボスコンテンツで採用率が高く、パーティーにおける便利屋としてサポート仲間での需要が非常に高い人気職となっています。レンジャーはバージョン 1.1 で登場した追加職で、器用さのステータスが最も高く、回復、蘇生に加えて攻撃面と防御面の支援効果が優秀なサブアタッカーです。弓、ブーメラン、斧、爪が装備可能で、斧以外の3つの武器を持ち替えながら戦います。レンジャー最大の強みは専用スキルグレンチョウの霧、守りの霧で、パーティー全員に対してブレス攻撃を無効にする効果を付与できる点です。ドラクエ10の敵が使うブレス攻撃は厄介なものが多いのですが、それらを問答無用で無効化できることはレンジャーの唯一無二の個性となっています。またケルベロスロンド、サマーソルトクロウなど、敵が受けるダメージをアップさせるデバフ効果を持つスキルを豊富に扱うことができます。即死級のブレスを使ってくる中級から上級までのボスコンテンツで大活躍します。魔法戦士はバージョン 1.2 で登場した追加職で、力や HP のステータスがやや伸びやすく、味方に属性攻撃を付与するフォースによりパーティーの火力を底上げする攻撃支援特化の職業です。片手剣、両手杖、弓が装備可能で、自分自身も攻撃に参加できるようになる片手剣か弓が選択されています。専用スキルにして魔法戦士の代名詞であるフォースブレイクで敵の属性耐性を下げることで、フォースを付与した仲間が与えるダメージを大幅に引き上げることができます。またパーティー全体の行動間隔とチャージタイムを短縮するフロックチャージも強力です。味方の数が多ければ多いほど支援効果の価値が高まる性質を持つため、8人や12人でボスに挑戦するパーティー同盟コンテンツで大活躍することができます。またドラクエシリーズの最強呪文であるマダンテを覚えるので、ここぞという時には大ダメージを与えることもできます。スーパースターはバージョン 1.2 で登場した追加職で、おしゃれさのステータスが高く、経験値を稼ぐレベル上げで大活躍する少し特殊な職業です。固有ギミックとして MP の代わりにゴールドを消費して使える専用スキルを持っています。ムチ、扇、スティック、鎌が装備可能で、レベリング対象のモンスターに合わせて適性がある武器を持ち替えます。専用スキルミリオンスマイルやベストスマイルでモンスターから得られる経験値を 1.1 倍から 1.5 倍にアップさせることができるため、効率がいいレベリングを行うには欠かせない職業です。またボディーガード予備を常に使用していれば実質無敵状態になれるという面白い性能を持ちます。レベル上げを行う際にはぜひパーティーに加えたいところですが、自分でやるというよりはサポート仲間として雇いたい職業となっています。動物界はバージョン 2.1 で登場した追加職で、物質系とマシン系のモンスターを仲間にできる能力を持ちながらパーティー全体を支援するスキルを豊富に扱えるサポートのスペシャリストです。また戦闘中にアイテムを素早く使えたり、効果を倍増範囲化させる能力を持っています。槍、ハンマー、ブーメラン、弓が装備可能で、戦闘の状況に合わせてこれらの武器を持ち替えて戦います。専用スキルにはフィールド2陣を設置し、その上に乗っている仲間全員に支援効果を与えるものが多く、その中でも必殺技の強化ガジェットゼロ式は最高クラスの火力支援効果を誇っています。魔法戦士と同様に参加人数が多いパーティー同盟コンテンツで活躍するほか、アイテムを乱発すれば回復薬を無理やりこなせることから、上級ボスを素早く討伐するタイムアタックチャレンジで超上級プレイヤーが採用する場合があります。強化ガジェットをチャージすることさえできればパーティーへの火力貢献度において右に出る者はいません。踊り子はバージョン 3.0 で登場した追加職で、力、素早さ、
おしゃれさのステータスが高く、歌と踊りでパーティーを支援しつつ、自身も高い火力が出せるという高速高火力のサポーター兼アタッカーです。バトルマスターと同じく固有ギミックとして二刀流が可能です。短剣、扇、スティックが装備可能で、左右の手に短剣と扇を持つ複合スタイルが主流です。また左右どちらにもスティックを持つことで呪文攻撃に特化したスタイルも存在します。専用スキルにはパーティー全体を支援するスキルが多く、範囲蘇生のよみがえり武士や攻撃力を高める戦機の乱れ舞など、さまざまな支援効果を持つスキルが揃っています。特に必殺技の荒神の舞はパーティー全体のテンションを2から4段階アップさせる強力な効果となっています。踊り子自身が火力を出すためには敵を毒状態にする必要があり、毒の状態以上が有効なボスコンテンツでは漏れなく活躍できます。最近は上級ボスコンテンツでの開拓も進んでおり、今注目度が最も高い職業です。遊び人はバージョン 4.3 で登場した追加職で、ステータスの伸びはどれも低めですが、ランダム要素が強い特殊効果で自分を強化したい、敵を状態以上にするのが得意なトリッキーな職です。過去シリーズのようにコマンド指示を無視することはありませんが、固有ギミックの気まぐれによりコマンド実行後にランダムで良い効果や悪い効果が発動します。また専用スキルの遊ぶを使うと、勝手気ままに遊び出し自分を強化したり弱体化したりする効果がランダムで発動します。片手剣、短剣、ハンマー、ブーメランが装備可能ですが、片手剣を除く3武器は敵を状態以上にするスキルが豊富で、遊び人との相性はバッチリです。専用スキル百裂なめは敵の守備力をゼロにしてしまう強力な効果となっています。またモンスターを呼び寄せる口笛では稀にメタル系モンスターが出現します。百裂なめを生かしてパーティー同盟コンテンツの高速周回に組み込まれたり、口笛を使ったフィールドでのレベリングで採用されます。僧侶はゲーム開始時から選べる基本職で、回復魔力のステータスが最も高く、ほとんどの回復呪文を覚える回復のエキスパートです。コン、スティック、槍が装備可能ですが、回復に特化した性能を持つスティック一択となっています。専用スキルとして聖なる祈り、天使の守り、聖女の守りなど回復と生存率に特化したスキルを覚えます。僧侶ができればパーティーを組むのに困ることはないと言われるほど需要が高い職業ですが、パーティーの回復を一手に担うことになる責任が重いポジションです。最強の回復役としてあらゆるコンテンツに参加可能な汎用性を持っています。他の回復職よりもシンプルで遊びやすいので、ヒーラーを目指すならまずは僧侶をやりましょう。魔法使いはゲーム開始時から選べる基本職で、攻撃魔力のステータスが最も高く、メラ系とシャド系の攻撃呪文を極めた攻撃呪文のスペシャリストです。両手杖、ムチ、短剣が装備可能ですが、純粋に呪文の威力を求めた両手杖か、盾を持てることで弱点である低耐久をカバーできる短剣が選択されます。専用スキルとしてメラ、シャド系の最上位呪文であるメラガイア、マヒャデドスを習得します。また呪文威力を2倍にする魔力覚醒や敵の呪文耐性を下げる不気味な閃光など、とにかく攻撃呪文に特化したスキル構成となっています。超がつくほどの低耐久かつ火力を出す準備に時間がかかるため、パラディンなど壁ができる前衛に守ってもらい、後方から超火力を出す戦闘スタイルとなります。パラディンの相棒として一部の上級ボスコンテンツで採用されるほか、フィールド中央に座って移動しないタイプのボスと戦うコンテンツでも活躍しています。賢者はバージョン 1.3 で登場した追加職で、攻撃魔力、回復魔力のステータスがともに高く、攻撃呪文と回復呪文の両方が使えるオールマイティな呪文の使い手です。過去シリーズでは僧侶と魔法使いの上位互換という位置づけでしたが、ドラクエ10では攻撃呪文では魔法使いに及ばず、回復呪文では僧侶に及ばないという立ち位置になっています。両手杖、
ブーメラン、弓、扇が装備可能で、弓以外の3種類の武器が用途に合わせて選択されます。専用スキルとしてダメージを受けると HP が自動回復する効果を付与する奇跡の雨、癒しの雨や敵に有利な状態変化を解除する霊の洗礼など独特な効果を持つスキルが揃っており、これらのスキルが必須となる一部上級ボスコンテンツでは魔法使いや僧侶に代わって採用されます。なお攻撃呪文についてはイオ系とドルマ系の最上位呪文イオグランデ、ドルマドンに加えて連続呪文攻撃のマータ系呪文からイオマウタを覚えることができます。占い師はバージョン 3.3 で登場した追加色でタロットという特殊コマンドを使ってさまざまな役割をこなせるカスタマイズ性が高いユニークな職業です。特殊コマンドタロットはあらかじめ用意した20枚のタロットカードで構成されたデッキから4枚のカードを手札として持っている状態となり、任意のカードを切ることでさまざまな効果が発揮されます。片手剣、コン、ムチ、弓が装備可能で、それぞれが特定の効果系統のタロットを強化できるためデッキの内容によって最適な武器が変化します。またデッキに組み込むカードの効果と絵柄の組み合わせで能力がガラリと変わるため、デッキ構築の段階から高い戦略性が求められる難しくも面白い職業となっています。長い射程と広い範囲を持つ攻撃系タロットを用いたフィールドガリア、支援系タロットデッキを組んでパーティー同盟コンテンツの高速集会に参加したりします。デッキを準備するのは大変ですが、やり込み要素があり玄人好みの職業です。天地雷鳴士はバージョン 4.0 で登場した追加色で、幻魔を召喚して戦闘をサポートしながら自然や天候を操る範囲攻撃スキルを使って戦います。固有ギミックの幻魔召喚ではそれぞれ違った個性を持つ4体の幻魔を召喚できます。幻魔は無敵かつ自動で行動する5人目のパーティーメンバーとして戦闘をサポートしてくれる心強い味方です。両鉄へスティック扇が装備可能で、戦闘開始時に持っていた扇を途中からスティックに持ち替えて戦うスタイルが主流です。専用スキルにはメイド風魔、煉獄火炎といった強力な範囲攻撃スキルや、幻魔を強化して専用必殺技を使える状態にする幻魔解放があります。ピオリムやマジックバリアといった便利な呪文も覚えるのでパーティーのサポートもできます。幻魔を召喚できてしまえば半分は幻魔が勝手に仕事をしてくれるため、操作に慣れていない初心者にとっては非常に優しい職業となっています。ストーリー攻略やアクセサリーを作るために通うことになる集荷と呼ばれる戦闘系コンテンツ、他のプレイヤーと組んで参加しなければならないオートマッチング系のコンテンツで大活躍します。デスマスターはバージョン 5.0 で登場した追加色で、資料を召喚して戦闘をサポートしながら死亡した仲間を強化状態で復活させて即座に戦線復帰させることができる蘇生のスペシャリストです。固有ギミックの資料召喚では3種類の資料を召喚することが可能で、こちらが指示したサポート行動をデスマスターの行動に連動して取ってくれます。天地雷鳴士の幻魔とは違い、全て自動で動いてくれるわけではありません。もう一つの固有ギミックデスパワーは、敵や味方が死亡するとゲージが溜まり、特定のスキルを使用する際に必要なコストとして消費されます。鎌、コン、弓、斧が装備可能ですが、呪文詠唱速度を高める鎌以外は使いません。専用スキルには呪文の威力と回復力を高める深淵の千切りや範囲蘇生スキル、半盆の秘術などのほか、死霊に命令するための死霊の導きなどがあります。またギラ系とシャド系の最上位呪文ギラグレイド、マヒャデドスを使うこともできます。幻魔よりも複雑で手間がかかる資料やデスパワーの管理が難しく、スキル効果も複雑なものが多いため、ドラクエ10で屈指の難易度を誇る難解な職業となっています。ベテランプレイヤーでも仕様を正しく理解して使いこなせる人はごく一部です。そのずば抜けた蘇生能力を生かして僧侶や賢者では回復が追いつかないような
理不尽な上級ボス相手にゾンビ戦法を仕掛ける際に採用されます。海賊はバージョン 6.0 で登場した追加色で、力、器用さのステータスが高く、フィールドに設置した大砲による攻撃と銃を使ったスキルを駆使する遠距離攻撃のスペシャリストです。固有ギミックの大砲置きで、フィールドに設置された大砲は一定間隔で砲撃を繰り返し、射線上にいる敵に対して大ダメージを与えることができます。短剣、弓、ブーメラン、斧が装備可能で、それぞれの武器に強みがあります。銃を使う海賊専用のスキルは装備している武器の種類とは無関係に使用できます。恐怖弾ショット、スタンガンショットなど敵の動きを妨害する効果を持つものが多いです。海賊で火力を出すためには大砲の射線上に敵を収め続ける技術が必要となり、パーティー単位で熟練度が求められます。熟練のパーティーであれば魔法使いに匹敵する単体火力を出せるとも言われています。まだまだ研究の余地が多い職業であり、魔法使いが活躍している上級ボスコンテンツで活躍の場が模索されています。いかがでしたでしょうか。今年で10周年となるドラクエ10ですが、10年間で登場した数々の魅力的な職業たちがあなたがアストルティアに訪れるのを待っています。またドラクエ10では新たにマスタークラスと呼ばれる職業が実装される予定があり、今後ますます面白くなりそうな予感がしています。こちらに関しては詳細が分かり次第このチャンネルで紹介していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。この動画が少しでも皆さんが冒険を始める助けになれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。また見てね。